常年論は1649年に哲学者ルネ・デカルトによって執筆された著作である。常年論の初版デカルトは哲学の研究を進め、スウェーデンのクリスティナ女王に招致されて1649年10月にストックホルムへ移った。本書、常年論は同年11月に出版した著作であり、5年前にドイツのファルツン抵抗、 フリードリヒの王女エリザベートに向けて執筆した論文が元になっている。デカルトは本書で精神の知覚や感覚、感動、すなわち情念を主題として研究を行っている。本書の内容は人間本性と情念の基本について論じた第一部、多種多様な情念を論じる第二部、特殊な情念について論じる第三部から成り立っている。デカルトにとって 精神の経験には、精神が新しい経験を獲得する場合の受動と精神が経験の原因となっている場合の能動の2種類があり、精神の能動受動性は体の能動受動性と逆になるように相互に採用する。前者は知覚、または認識であり、後者は意志の働きであるとデカルトはみなしている。そして人間の常念とは、 動物性器が運動することによってもたらされ、動物性器が血中を通じて脳に到達することで、情念が現れると論じる。特にデカルトは、情念の原因が、脳の中央に位置する消化腺にあると考え、身体運動の原因でもあると考えていた。デカルトは、様々な種類の情念を検討しているが、まず基本的な情念として愛、憎しみ、欲望、喜び、悲しみ、 驚きの6つがあり、これらが複合化することによって常念は複雑化していく。常念の働きを抑制するためにデカルトは、謙遜、勇気などの徳を守ることを主張しており、知恵とは常念を支配する意義があると分析している。レパシオンドラームスイスのベルンを本拠地とするバロックオーケストラ、2008年創設、ありがとうございます。